これな、車に乗って自分の顔をミラーでパッて確認することができひんねん、これ映らへんから自分の顔が。なんかその癖がね、なんかありますね。これは電動じゃないんか。あ、結構ほらテレスコピッチっていうかな、ほらこれぐらい動きます。これね、シートも電動じゃないです、これ、まあ、こっちの方が素早くていいですけどね。これどう、シート結構幅広いやろこれ、うん、フィットよりちょっと広いような気がしますね。では試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。後方確認よし、ホンダいいということで今初めて乗りました。いやー、未来がやってきましたね。すごい軽いぞこれね。後輪駆動で結構スポーティーな車として実は売り出しております。あのパッと見ね、可愛いデザインで、シティコミューターということで小型車、まあ、B セグメントっていうんですかね、に、まあ、部類するらしいんですが、見た目よりもね、この今これアクセル踏んだ感じ、うわ何これ音もなく、今これノーマルモードですよね。っていうかちょっとミラーやっぱ見づらいわ。このデジタルアウターミラーっていうかな、これデジタルミラー、ちょっといつもの感覚じゃないんで。ああ、このサイドミラーは見やすいかもしれん。でもちょっといつもに、いつもある位置よりちょっと中側に入ってるんで、これも慣れるまでちょっと時間がいるかな。よし、ちょっといきなり踏切なんで、右左確認して。はい、ふわふわっていうところまでではないですね。ちょっとシティコミューターということで、やっぱこういったね、段差とか、コンビニのね、縁石とかね、ああいうとこ乗り上げても全然ね、大丈夫な感じです。そりゃそうか今ちょっと闇雲に走ってるけど、どこを走ってるんだ。あ、こうやってスマホのようにタッチできる。これすごいサラサラしてんねん。助手席に乗った第一印象どんな感じ。フィットと変わらない。あ、でも車幅とかは、うん、変わらん感じかな。でもちょっとね、天井が、何やろ、この前のガラスが狭いような気がする、うん、で、このほら、なんていうの、このボンネット、うん、ここが、上にちょっとね、位置的にはフィットよりちょっと上やな、うん、これが上な、これぐらい高い感じがする、うん、で天井もちょっと低いから、この見え幅がね、フィットに比べると狭いかな、うん、でこの A ピラー、これね、うん、A ピラーがちょっと若干太いかな。今の新しいフィット4は極細ピラーって言って、すごい視界性がいいんですけど、まあ、それに比べると若干視界性は落ちるかな。まあ、このバックミラーとかはね、もうこれデジタルになってるんで、もう視界とかそういうレベルじゃないですね。なんか今までと全然違う車に乗ってるなという感覚はあります。いや、今2020年ですよ。ついにね、未来カーに私は乗ってます。結構ね、憧れてました、こういったね、電気自動車に乗るぞというのがね、憧れでしたね。今これちょっとね、電池がもうすでに 53% ってなってます。今止まれの標識がね、出ますね。ハンドルは軽いです、かなり。タイヤね、結構太いの履いてたんですけど、その太さを感じないぐらいの軽さですね。これもうちょっと硬い、ハンドリングでも良かったかな。何しかね、このハンドルの切れ味っていうのは抜群ですね。今こう結構これ90度、うん、ほら、あ、すごい、これ力いらない力いらない感じ、このハンドル操作。これ女性の方めっちゃ受けると思う。お、なんかいっぱい出てくる、なんかミラーに。
今だいたいここ30キロぐらいで走っております。ゆるーくね、もうアクセルね、ソフトにこうタッチするような感じの操作感ですね。ノンストレス。はい、これちょっといろいろ触ってみて、これタビオの、これパーソナルアシスト。ヘイホンダちゃう、何やったっけこれ。オーケーホンダ。わかります。オーケーホンダ。ボケ。え、ボケちゃうよ。あ、ボケっていうか。申し訳ございませんが、お答えできません。ボケ、ごめんごめん。そういう意味ちゃうね。オーケーホンダ。寝ちゃった。ナビに戻して。わかりませんでした。オーケー。もう一度お試しください。言わんでいいんじゃん、こいつおるから。オーケーホンダ。お腹すいた。レストラン探して。複数のレストランがあります。ジャンルで絞り込むか、リスト番。なんで途中で止めるの？道が分からへんから。あ、そっか。左かな。え、今どこに行きよん？え、知ってる道に行かないと分からないなと思って、うん、知ってる道に。それをこのパーソナルアシストで聞くんちゃう。あ、充電スタンド聞いてみよう。OK、ホンダ。充電スタンドを探してください。でも充電カードがないんです。現在地周辺の充電ステーションが複数見つかりました。リスト番号をお選びください。へえ、あ、やっぱいいです。わかりませんでしたもう一度お試しください。あ、ないらんねんな。やっぱりいいです。78に電話しました。あ、しない、しないです、しないです。残りの番号をしないです。もうちょっともうナビに戻して。違う違う、ナビに戻して。はい、そっちでやって。お、ちょっと大きい道に出てきました。何が心配ってやっぱこの電池の減りが心配ですね。これ前、これね、今レンタルで、これ今レンタルで借りてるんですけど、これ前の人ちゃんと充電してくれてなかったのかな、あれオンにしてなかったのかな、ガッチャってなってたけど。ちなみにね、これフル充電で259kPh しか走りませんいやー全然走らないんですよね。なのでまあもう完全にね、シティコミューター向けというか、まあその街中の、まあそんなに距離走らない人の、まあお買い物車という感じですかね。コストコ行く道かな。コストコ行ってみようか。遠い？ではちょっとね、スポーツモードを入れてみようと思います。これね、あの154馬力ありますね。でトルクが315Nm あります。なので V6 3リッターぐらいのね、パワーが、このホンダ E にはあるということですよね。ちなみに車両重量は、1510キロと、まあまあ、このスタイルにしたらまあまあの重さですよね。では、踏み込んでみようと思います。ちょっと前との差を開けてみますね。おほほほ、あ、すごい !G を感じる。やっぱこれ、リア駆動車だなという感じ今しましたね。こう後ろからこうグッとね、押されるような感じがしました。うおー、ちょっと速ないこれ。これちょっとビビるぐらい速いな。うおー、これ加速、無駄な加速。これはひょっとしてすごいな。これが未来カーか。これはちょっとね、ガソリンエンジンにはない加速感ですね。わ、なんかミラーがやっぱこの位置にあるのはまだ慣れないですね。やっぱ思ってたよりちょっと小さいか。まあでもこれぐらいの大きさがいいんか。こう目にちらつかないでね。あのやっぱね、この絵がね動いてるんで、あの走ってると目にどれだけちらつくのかなと思ってたんですが、あの意外とねいけそう、これだったら。ただね、この
ドアミラーはあのすぐ慣れます。多分ね、あの皆さん30分ぐらいで慣れると思います。ただこのルームミラー、これはねちょっとなんか距離感っていうのがね、私やっぱなかなかつかめないんですよね。ではちょっと普通のモードに戻します。うわー、これ最後まで踏み込まれへんかもしれん。ちょっと疑似音入ってんのかな、ヒューっていう音になったな、うん、あ、そや、これなんだっけ、これワンペダルやってみます。お、なんかもういきなりブレーキかかった。あ、すごいすごい、これ回生ブレーキって言うんですかね、どう言ったらいいんやろ。こうアクセル踏んで離したら、わあ結構ブレーキかかる。これブレーキランプついてんのかな。あ、ブレーキランプどうなんやろ、ついてるんやろか。左行ったん、もうちょっと、はい、うわ早い。あー、これ全く今ブレーキ踏んでないです。これちょっと酔う？どう？酔う、あんま不満といてほしい。これね、さっきのこの回生ブレーキの感覚をこのパドルシフトで3段階で変えれます。今これ一番緩い、さっき一番きつかったと思う、うん、ちょっと一番緩いの今3段階の位置にしてます。アクセルペダル外しますね。どう？あ、これぐらいがいいんちゃう？これってあれなんかな、こう回生がかかってる時にちょっとでも充電して、渡航距離を伸ばすという感じかな。あ、そうか、チャージがちょっと今膨らみましたね。これね、パワーとチャージっていうのがあるんですが、その辺がねちょっと、たまにチャージの方に行きます。しかしこれ約500万の車どう思う？300万やったら納得やな。ちょっとコストコ入りますね。はい、ホンダいいですよ。とこの駐車場へ今入っております。ここねガソリン安いですよね、うん、あのただこれ電気自動車なんでガソリン使いません。これ充電スポットあるんかな。あ、今すごい坂道スイッとスイッと登りますね。ハンドル切るときがなんか変な感じ、グイーンと曲がる、思ってる以上ぐらいに曲がるかな。わあ、こういう小回りがすごい、すごい、ホンダいい。わあ、あ、ここでちょっとくるくる動画撮ってみよう。あ、ちょうどいい撮影場所や。あの、こんなにね、タイヤが切れるんですよね。すごい。ものすごい小回り効くんよ、これ。これぐる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 回れるやろ。どう、ハンドルの切れ具合どんな感じ？軽い。軽い？視界別にそんな、ちょっとここは高いぐらい。